FBI の襲撃を受けた現場、マ・ケイト・バーカーは強盗団の母親。ミズーリ州のアッシュグローブで経験なキリスト教徒一家に生まれ、1892年、ジョージ・バーカーと結婚して、4人の息子、ハーマン、ロイド、アーサー、フレッドを生んだ。フレッドが誕生して間もなく、ケイトは、 大酒飲んで生活力のない夫を見限って離婚し4人の息子を引き取って育て上げた。貧しく劣悪な環境の中で育った息子たちは犯罪に手を染めるようになるが、小煩悩のケイトはいつも息子たちを世間の球団からかばい続けた。息子たちは1931から1935年にかけて強盗や誘拐を繰り返した。 ケイト自身が息子たちの犯罪に直接関与した証拠はないものの彼女は常に息子たちの傍らにてあらゆる援助を惜しまなかった。マは母ちゃんを意味するスラング。1935年1月16日フレッドが沈退して隠れ家にしていたコテージを FBI が吸収してケイトや息子たちを射殺したロジャー・コーマンの血まみれギャングママをはじめとしてこの家族を題材にした。 映画が数多く作られている。ありがとうございます。